もこんちは。ダメな現代人を歴史的偉人が論破しまくったアニメです。今回の論客は二宮貴則です。早速ご覧ください。なあ英子、実は今月ちょっとピンチでさ、お金貸してくんない？またこないだ貸したばっかじゃん。悪い、なんか合わなくて新しいバイト辞めたんだ。英子だけが頼りなんだよ。ほら今はフリーターだけど、就活うまくいったらドーンと一気に返すから。仕方ないな。今回だけだよ。パチスロ行っちゃダメだからね。サンキュー。そのうち絶対返すから。そのうち。お嬢さん、行き過ぎた援助は人をダメにするぜ。誰？なんか背負ってんだけど。ねえ、そろそろ新しいバイト先決まった？え？あー、ちょっとな。なんか俺をやる気にさせてくれる仕事がないっつーか。何言ってんの？こないだのお金だってまだ返してもらってないじゃん。より好みしてないで真面目に探してよ。うるさいなー。明日からやろうと思ってたんだよ。明日からね。お前さ、その金本当に返すつもりあんの？な、びっくりした。誰だよあんた。あ、牧の人だ。あ、どうも金ちゃん、二宮貴則って言います。ちょっと前までは銅像飾ってる学校とかもあったんだけど、最近は若干忘れられ気味だよね。二宮金次郎で覚えてる人も多いかもね。あ、だから金ちゃんって言いかけたんだ。あ、知ってる。マジで歩きながら本読んでんじゃん。何ちょっとバカにしちゃってんだよ。巻き下ろしていいっすか。あ、どうぞどうぞ。巻き下ろしたらそうなる。俺の実家は貧しくてな、親父が死んでから一家を支えるために必死で働かなきゃならなかったから、こうでもしねえと勉強できなかったんだよ。ゲー、マジ金め、ウケるんだけど。ウケるな。俺のことはどうでもいいんだ。さっきも聞いたけど、お前彼女から借りた金返すつもりあんのか。はあ、あるに決まってんじゃん。就活うまくいったらそのうち返すよ。はっきり言わせてもらうとだな、お前は一生貧乏なままだよ。彼女に愛想つかれてマジで終わりやって。一生ってさすがにそれはなくね。いや、しばらくフリーターだろうし、就活が決まってもそんなに給料のいい仕事に就けるとは思え。ああ、何の根拠があって言ってんだ。俺のこと何にも知らねえだろうが。人から受けた恩を返すつもりもなく、そのうちなんてなあなあなこと言っているやつは一生貧乏だ。なんだと？んなことねえだろ。そのうち返すんだからよ。そのうち返すやつはそのうち金持ちになるつうことだろうがよ。はあ、江戸時代の藩にもお前みたいなやつ多かったな。ほら、武士って俸禄以外にほぼ収入ないだろ。それなのに参勤交代みたいなイベ目白押しで金がかかるから、ほとんどが借金まみれなのね。返す当てもないのにそのうちそのうちってごまかしてさ。ま、お前の場合は働く気がないだけだからもっとたちが悪いけどな。だからそのうち働くっつってんだろ。江戸時代の話なんか聞いてねえんだよ。俺はな、今は本気出してないだけで、そのうちビッグになる男なんだ。本気出せば金もすぐに返せる。あのさ、金持ちがどうして金持ちになれたか知ってるか？そりゃ才能だろ、才能。バカ野郎、人から受けた恩を忘れず、それに報いるために一生懸命働いたやつが金持ちになるんだ。だから俺はそのうちバリバリ働い、金を稼ぐ能力ってのはそんな一朝一夕に身につくものじゃない。俺もガキの頃は稼ぐ能力なんて全然なくて、余って捨てられていた苗から稲作を始めた。そこから何年もかけて極貧だった家計をやっと立て直したんだ。現状の職探しすら怠るやつが金を稼げるようになんてなるかよ。別に怠ってるわけじゃ。っていうかあんた根性半端ねえな。川の氾濫で家の畑とか全部やられた時はマジで無理ゲーって思ったけどな。お前はまず借りた金をどれぐらいのペースで返していくのか、どうやって返していくのか、彼女と話し合ってしっかり決めろ。具体的に約束していればその目標のために頑張れるだろ。え、それはちょっとめんどくさい。めんどくさくてもやるんだよ。返す計画を立てないってのは返すつもりがないのと同じことなんだよ。返すつもりがないやつに金なんか稼げるわけがない。だからお前は一生貧乏なんだ。悔しい。二宮貴則。
の弟子斉藤隆之の著書二宮先生語録にこんな言葉が登場します。毎日皿や茶碗を洗うのはその次また使うためだろう。この次使うあてがなければ洗わずに放っておくに違いない。これは毎日使ってきた恩徳を忘れたものだ。このような人は一生貧困を免れない。食器を洗わず放っておく人は次にご飯を食べる気がない。ご飯を買うためのお金を稼ぐ気がないのと同じだということです。お金を借りて返す約束をいい加減にしている人も返せるだけのお金を稼ぐ気がないと言えますよね。隆則はこの言葉を通して人から受けた恩を忘れず報いようとすることが富を得るために大切なことだと伝えているのです。幼少より極貧だった家計を持ち前の勤勉さで立て直した二宮隆則、その経営手腕は次第に小田原藩主大久保忠真の知るところとなり、36歳の頃現在の栃木県真岡市にある桜町寮の復興支援を命じられます。生涯約600の農村を蘇らせた隆則の偉業はここから始まりました。この時忠真公は桜町に向けて支援金を出そうとしたのですが、隆則はなんとこれを断ってしまいます。援助してばかりでは復興はうまくいかない。自分で町を繁栄させていけるよう領民たちの心を育てなければいけない。そうした考えから藩の支援金を頼らせるのではなく領民たちに低金利でお金を貸し出したのです。一人一人に合った返済プランを考え計画的にお金を返させることで領民たちの働く力を養っていく。貸し出すための財源の大部分は隆則の家財を売り払って用意されたといいます。ただただもらえると思っていれば受けた恩は忘れてしまうもの、恩を忘れずに返していこうという思いが桜町寮に富をもたらしたのですね。ちなみに皇帝の二宮金次郎像を見かけなくなったのは現代教育の現場において歩きながら本を読むなんて危ないだろみたいな声が相次いだからでした。やっぱウケるっしょと笑っちゃ悪いよ。以上約200年前の勤勉家二宮隆則でした。なお、この作品には制作者の主観が混じっていることをご留意ください。